皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが2月28日に配信した、火曜日恒例の予言の2回目をご紹介します。2023年2月28日の予言。またスピリットは皆様に良い水を飲むよう勧めています。炭素入りの浄水器はケムトレイルの毒素を取れますし、また要素入りの浄水器やタブレットを使えば放射能も軽減できます。スピリットによれば今回の大惨事が人体に与える影響はこの半年以内に明らかになるそうです。それを隠蔽しようと政府と鉄道会社は必死に行動しますが決してうまくいきません。またその地域の水は浴びるだけでも有害となり、結局住民のすべてを退避させざるを得なくなります。政府がその土地を買い上げて人々を移住させざるを得なくなるのです。また皆様ご存知の通り、この地域に嵐が向かっており雪や雨を大量に降らすでしょう。これから何度か雨が降るまでは、もし私に子供がいたなら外で遊ばせないでしょう。嵐がやってきますのでどうか家の中にいてください。空から降る水で多少は毒物を洗い流してくれるでしょうが、それでもまだ毒は残ります。オハイオのウォーレンにあるコカ・コーラの工場で爆発があったことをご存知ですか？その破片が20マイル先まで飛んでくるくらいの大爆発がオハイオで起こったのです。またそれとは別の爆発がイーストパレスティンの北側にある金属工場で起きています。これまでお伝えしたように今までは食品加工工場が集中的に攻撃されてきましたが、ここ最近はランダムに工場や施設が爆破されています。以前ガス爆発のビジョンが見えたことをお話ししましたが、そのうちの一つが今回の脱線事故に関連しており、以前お伝えしたキノコ雲のイメージにつながります。また大きな爆発が見えますが、これは1年半ほど前に予言した食料や水そして生活に必要なインフラへの攻撃の一環として起こります。それには橋なども含まれ、スピリットは橋のビジョンを見せています。子供の時から橋が崩落するビジョンを何度も見ており、とても気味の悪い感覚に襲われます。バーリントン・ブリストル橋が風に揺られてたなびく光景を何度も見せられてきたのです。これから橋の崩落や事故などの橋に関する出来事がとても注目を浴び、そのような事態が連続して起こるかもしれません。それはこれからお話しする飛行機に関わる事象とも関連します。これからは飛行機だけでなく、橋やトンネルなどのインフラも狙われ、スピリットは特にトンネルに注目するよう言っています。また私が見た橋のお話に戻りますが、その橋で列車が脱線し、橋が完膚なきまでに破壊されます。もう作り変えるしかないくらいに壊れるのです。それはカナダで起こる気がしますし、また一つはカナダで起きてもう一つが別の場所で起こるかもしれません。列車の脱線や飛行機に関することで言えば、2週間ほど前に2つの路線が交わる場所で列車が衝突する予言をお伝えしました。その後にギリシャで実際に列車の衝突事故が発生しました。以前からギリシャが揺れるとお伝えしてきましたが、それは地震のことを指していると思っていました。しかしスピリットは地震、鉄道、トンネルと叫んでおり、どうかギリシャの友人の皆様安全に注意してお過ごしください。空でのイベントのお話をします。空が落ちてきます。でも物理的に落ちてくるのではなく、元旦予言でもお伝えした通りこれからもっと空でのイベントが発生します。そしてより多くの人たちが下を向いてスマホばかり見るのではなく空を眺めるようになるのです。これは興味深いお話であり、多分神様が人々をスマホから遠ざけるために何かしら施してくれるのでしょう。実際たとえ自分の頭の上にケムトレイルが巻かれていたとしても今の人たちは全く気にしません。航空機や飛行場での問題はこれからますます増えていくことでしょう。
そうやって人々に飛行機に対する恐怖を植え付けて旅行から遠ざけようとしているのでしょうか。それとも徒歩15分以内に全てが揃う場所に人々を閉じ込めて移動の自由を奪うのでしょうか。上流階級は自由にプライベートジェットで旅を楽しむのに、一般庶民は移動すらさせません。それこそが闇側が望むシナリオなのです。今起きているチェルノブイリ並みの災害も人口削減計画の一環であり、最近爆破されたジョージアガイドストーンには人口を5億人以下に減らすと書いてありました。つまり世界人口の 98% を根絶やしにするのです。これこそ病的な変人たちが考える気違いじみた計画と言えます。このようなことを言うとまた陰謀論者だと言われそうですが、もはやそのようなことを言っていられない事実に多くの人々が目覚めています。もうこの覚醒はとどまることはなく、悪人たちを地獄の底から炙り出す力となるでしょう。だからこそ闇側は人々の覚醒を極端に嫌い、悪魔的なプロパガンダを次から次に繰り出してくるのです。飛行機の話に戻りますと、旅客機が墜落する光景が見えます。そこには雪をかぶった山岳が見え、まるでアラスカを見ているかのようです。もちろんそれの場所がアラスカだと言っているのではなく、もしかすると南米かもしれません。以前の予言で飛行機が撃墜されるか機内に仕掛けられた爆弾が炸裂するとお伝えしました。そのビジョンをスピリットは再び私に見せています。そのビジョンは以前にも増して鮮明に見えているため、的中する時期が近いのかもしれません。もちろんそんな予言が的中してほしくないのは百も承知です。その場面とヨーロッパの両方が以前よりはっきりと見えており、ヨーロッパの西部及び中部でその出来事は起き、それも一回だけではありません。ただしイスラエルとイランがそれらの件に関わっているようにも感じられます。もしかしたら墜落する飛行機の一つはイスラエルから飛び立ち、イランにより撃墜されるのかもしれません。もしくは逆にヨーロッパからイスラエルへと向かう飛行機かもしれません。いずれにせよこの件に何らかの形でイスラエルとイランが関わることとなるでしょう。そのうちの一機は雪山で墜落しますが、それは旅客機ではなく貨物機かもしれません。大規模なサイバー攻撃が航空チケットを予約するシステムに対してなされます。それはコンピューターシステムそのものに対してなされるかもしれませんし、サーバーが狙われるかもしれません。ただしそのうちの一つは管制塔が直接システムを攻撃するのです。これは大変危険なお話で、そのような試みはすべきではありません。人々の命が危険にさらされるのです。その試みは部分的に成功しますが、全面的な成功ではありません。それとは別にロケットの発射台が誤作動を起こしてロケット発射が失敗に終わるのが見えます。多分これはスペース X と関連があると思います。ロケットは一旦発射されますが空中でロケットが火を吹いて爆発するのです。いかがでしょうか。ウォールさんは最近では洗脳されっぱなしの人たちとうまく付き合えなくなってしまい、数少ない九州の友人たちとお別れしているようです。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。